はい。投資信託を考える第108回ということで、今回は久々に2月の資金流出入ランキングということで、えー、月間の投資信託の流出入を見ていきたいなと。あれだけ波乱のあった2月相場でしたから、えー、それを投資信託のマーケットから見るとどうだったのか。えー、個人投資家がの何ですか、ね、存在感の高い投資信託。 のマーケットの中でどういうふうな動きがあったのかっていうのを見ていきたいなというところであります。では、早速、えー、中身見ていきたいんですが、まずは、あのー、えー、主要、世界の主要株価指数の騰落率をざっくり見ていきたいなと思います。でこんな形になってまして、2月、えー、日経二金株価が えー、マイナス4.46%でした。ザ、まあ、ーっと見ていてください。ニューヨークダウが4.3%マイナス、反省指数が6.2%マイナス、えー、イギリス FT が4%、ドイツダックス指数が5.7%下落ということであります。震源地のニューヨークダウがそこまで下げてないっていうのがまたちょっとイラッとしちゃうところなんですが、えーまあ、それも回復も早かったっていうところなんです下げ方は結構きつかったけれどもっていうようなイメージですかね。 でそれ以上になぜか感染指数が下げちゃったりとか、えー、しておりますが、えー、世界同時株安的な動きで、えー、ガンと下がりましたよというところでした。で、これはこれでいいの、チャート、一応1月末を100とした2月の月間の推移を出しておりますが、これで見ると、あ,あんまり大した影響なかったのかなっていう気がしちゃいますけどね。はい まあいいのか悪いのか。はい。というところでありました。まあ言っても着地5%か6%ぐらいの4%から6%ぐらいの動きっていうことなんでこういうふうに見ちゃうと大したことないんですがもうちょっと長いねチャートで見ると結構な動きではありました。では、えっ、ー、と、 カテゴリー別、分類別の投資信託のその動きっていうのを見ていきたいなと思います。で、私の主観が大いに入っているところですが、まあおお、大方こう見て問題ないかなという書き方で書いてます。えー、まず国内株式についてですけど、国内株式は全面的に流入超です。結構ここ最近はタイミングによって大型株はマイナスだったりした。でも小型株は流入 流入超が続いているねっていうところが続いていて、まあ、大型株はまちまちみたいな感じだったんですが、えー、この1ヶ月に関しては、小型株よりも大型株投資にめちゃめちゃ買いが集まったっていう1ヶ月でした。珍しい。ここ最近としては珍しいです。 1>, あの1年間の累計とかで見ると、大型株、ここ1年の動きで見ると、大型株は流出長なんですね。流出が多いんですけど、えー、とてつもない <laughs> あの流入が今月入りました。あのみんなが買ったってことですね。で、小型株は、ひふみ投信とか、ひふみプラスとか、あの、J リバイブみたいな小型の投資が人気だったりとかして、まあ、各ね、汗まで1とかのも人気でしょうけど、 っていうのがあるんで、えー、流入帳がずっと続いていた結構高い金額大きい金額の流入帳が続いていたんですが、えー、今月に関してはもうそんなのよりも大型株の方に買いが集まった逆に言うと小型株の流入はそんなに大きくなかったっていうのが今月のちょっと特徴的なところかなと思っています あと、外国株式についてですね、見ていきますと、一部のエバージング以外は基本的には輸入超でした。なんかブラジルとかロシアとか一部だけ、なぜか流出が多かったんですが、えー、それ以外は大体先進国、 でその他のエマーチング含め流入超でした。であと、米国株投資への流入っていうのは著しく鈍化してます。一応プラスなんですが、えー、著しく鈍化してます。<laughs> あの、ヘッジありヘッジなし含めですね、結構高いあの金額買われてきたんですが、本当にわずかなプラスでしかないっていうような、えー、1ヶ月でした。まあ、これまで米国株やっぱり強いよねっていう。 動きが1年2年ずっと続いてきた中で、えー、じゃあ米国株のファンド買うかっていう方がずっと買ってきていた。で、やべえじゃんっていう売りが相当出たわけですよね。米国株もう終わりかという動きがそれなりに出てきたのかなというようなところかなと思っています。あと、インド株ファンドについても流入がどうかということで、野村が一生懸命ね、あの野村インド株投資を販売してきたっていうところで、えー、ずーっと高い金額、 買われてきた大きい金額で買われてきたところだったんですが、えー、インド株ファンドも一応プラスではあるんですけど、えー、流入がちょっと鈍化した方が結構大きな割合で鈍化してますこの辺米国株インド株まあこれがまた止まってしまうのかわかんないですが米国株投資はまた安いところで買いに行くぞという動きがあるかもしれないですね3月についてはインド株がまた続くかどうかまた別問題かなという気がしますけどね あと、リートファンド。リートファンドについては国内外ともに流出中です。国内のものもまだ、まだ売られてます。まあ、なので、あの、なんでしょう、リートの動きは、まあ、引き続き悪いんですけど、安いところであの分配金、分配金利回り狙いで買いに行くっていうのもありかなっていう気はするんですよね。あの、なんか無茶して毎月分配出すような。 あの、ファンドはあれで良くないのかもしれないですが、リートそのものを直接買いに行ったりとか、あとあんまりそこまで分配金出しすぎないやつのリートファンドとかは買いに行ってもいいのかなという気もしますけどね。えー、で、海外リートは引き続きも全面的に売られてます。あの、なんとか、えー、米国リートファンドとか、グローバルリートファンド的なやつですね。あの辺はもう全面的に、もうかなりの金額まだ売られ、まだ売られるのかっていうぐらい売られてますね。 えー、何だったんでしょうね、今までね。ロブコキはね。という、ちょっと気はしますけどね。えー、まあ一部、あの、日本が入っていないグローバルリートのファンドで買われたりもするんですちょっとどう、何が、何をきっかけに言われてるのかよくわかんないところもあるんですけど、っていうのがありますね。であと、最近ファンド、もう流出が結構大きかったなというのが、この1ヶ月ですね。 金利が上がっていくということは債券が売られていくっていうことアメリカの金利が3%長期金利が3%になりますよで利上げも続いていきますよっていうことは、えー、長期金利が上がるっていうことは債券の価格が下がるということですからそうすると、えー、債券型ファンド債券組み入れているファンドは基本的には分配、あのー、基準価格が下がるということになりますんでその辺がよくわからない方は結構最初の方の 日本国際ファンドとかそういうので話してますんで、そちらご覧ください。第3回ぐらいだと思いましたけど。っていうことなんで、流出結構大きかったなというのがこの1ヶ月です。で、えっ、ー、と、個別のファンド流入流出上位10名柄見ていきますと、こんな形であります。2月の投資信託流入ランキング、このようになっております。黄色で書いてあるのが、えー、新ファンドです、基本的には。 でモビリティイノベーションファンドとかグローバル EV 関連とか新興国ハイクオリティというのは結構ここ1年ぐらいまあ半年ぐらいで作られたファンドですねそれ以外にも比較的新しめのグローバルロボティクスとかこのロボテックとかグローバルロボティクス年2回型と1年と両方ランキングされているぐらい結構人気ネット証券でも結構売れてるみたいですねこの辺はねっていうところですかねであとひふみプラス相変わらず強い っていうのとでここは特徴的なのが225のオープンが入ってきてる225インデックスが入ってきてる2つ入ってきてるで去年とかは結構流出上位に来てたことが多かったんですね225のインデックス型っていうところだったりするんであのー、相場が悪い時に個人投資家基本逆張りの方多いですから、えー、下がった時に225買いに行くでいい時には225売るっていうような動きが結構あったりしますね。 というのが流入から見てきたちょっと特徴的なところだったのかなと思います。で、あと単純に安いから買いましょうっていうことであの新新しめのファンドとか買われてるかなという気はしますけどね。あとはですね、えっと流出の方を見ていきましょう。流出は相変わらずですね、そんなにいつもと動きが変わらないかなっていうところですが、えー これ下線引いてある下に線引いてあるやつが、えっ、ー、と、毎月分配です。で、えー、特にもうリートファンドがほとんど。で、あと、えっ、ー、と、レックメイソンのオーストラリア後輩と株ファンドとか、まあ、お持ちの方、動画ご覧いただいている方の中でも、持ってる方多いんですが、えー、がまた売られています。ちょっとリートファンドと 一緒にしてはははいいけなな部分はもちろんんあるでですねあの株なので中身はただ、あのこのトランプの通商政策でいろいろ右往左往させられた、まあ、オーストラリアも除外するみたいな話になってますんであのこのファンドとしては今のところはいい状況いい環境になってきているのかなと思いますが、まあ、また何があるかわからないですけどねだったりとかというところかなと思います。でえっ、ー、と ハイイールドの E が抜けてるんですが、TS <laughs> ハイイールド。あの、ハイールド市場も、まあ、基本的には、あの、金利が上がってるっていうところになると、まあ、単純にそうも言い切れないんですが、えー、こちらも債券価格が下がるよっていう面は、あるのかなと思います。あと、J クールとかが売られちゃってるんですね。小型成長株ファンド。もう J リバイブとかは入ってきてないんですが、上位の方には。J クールが、 こここででランンクイししてしまううとということで結構マザーズが先物主導でガンと売られた日もあったりしても平気で5%とかですね下がっちゃったりしたあの時もありましたんでそれを見てしまうとやっぱりちょっと心 市場株とか小型株怖えなっていうところもあるんでしょうね。で、一旦利確売りだみたいな動きもあったりとかして、えー、J クールずっと流入超を続けてきたんですが、ここでちょっといきなりマイナスになってしまっています。っていうような動き、ちょっと特徴的ですね、この J クール。あの、なんか大きく持っていた方が一気に売りに来たのかもしれないですね。他にあ そうですね上位25銘柄の中で、ちょこちょこ、1銘柄だけか、中古型のファンドが流出帳で入ってきてるんで、まあ、そんな売りの動きで、たまたま大きい金額売られるとこういうふうに入ってきちゃうというところもあるんでしょうかね。で、あの先ほど見た通り、インド株投資が今月は流出帳です。インド株投資もずっと流入ですが えー、流入のペースはさすがに落ちてきた。野村もさすがにもう売り切れなくなってきた。もうお客さんみんな持っちゃってますよっていうような状況になってきてるんじゃないかなと思うんですね。5200、5300億ぐらいも集まってきてますから、さすがに、えー、ちょっとこう流入のペースは落ちてくる、切ってもしょうがない。うん、当然だっていうところかなとは思います。また、なんか新しいものを考えるのか、えー、や、 まだインド株で行くのかっていうところどううなんでしょうかね、はい、どういうところかなと思ってま,まあ一応今月がマイナスなだけっていう話なんでちょっとその辺は、まあ、インド株またいいなって思う方は <laughs> 考えてみていただくといいのかなと思いますけどねというような、えー、2月の動きでした。 ホスピタリティドットコムにもうすぐ新しい、あのー、コラムが掲載されると思いますので、また掲載されましたらご連絡いたします。ということで、ご質問ご要望、動画の広告出稿執筆、うん、えー、いろいろお待ちしておりますので、えー、行政書士としてのご依頼、FP としてのご依頼もお待ちしております。ということでありました。であとですね、 先週か、先週の、あのー、ジュニア兄さんのところなんですが、ちょっと4月1日生まれはうんぬんってことを書いてコメントもいただいたんですが、どうもやっぱり4月1日生まれも対象になる、その <laughs>、ところだと思いましたねちょっと動画はその分、ちょっと編集加えてます。そこはばっさりカットした形で今載せ始めてます。まあ、な謎の4月1日。 ということで、ぴよぴよさんからもごめんコメントいただいてますが、多分どうもいろいろさらに調べたところ、4月1日生まれの方でも、あのー、その年の1月1日から売却可能になるかなと思いますので、ここでお知らせをしておきます。で、えー、っと今回ですね、もうまとめ的なところをお伝えしますと、やっぱり都心のマーケットもちょっといろんな ダメージがあがああっっっったたた動きていううとところだったと思うんですねで、為替の動きももちろん円高に動いてきたっていうのはあったんですがそこはあんまりメインじゃなかったっていうのが結構日本株としてちょっと今回特徴的な下げ方だったかなともちろん105円に入ってきた円高だっていうのはそれはそうなんですけどそこになんか円高だから円高の売りみたいなのはあんまりなかったかなっていうような気がしてます。 単純に株だけの話でリスクオフでそれにちょっと為替がついてきたみたいな動きでしたんで。 なんか外国株だからとかってそんな売りじゃなかったのかなという気はしますただあの為替になる為替が円高になって一番きついのは結構毎月分配だったりするんですよねで特に海外ものの毎月分配は為替が円安の時に利益を蓄積してそこから分配金を出せるみたいな仕組みちょっとざっすごいざっくり言いましたけどそんな作りだったりもしてるんでで あの円高になっちゃうと結構きついんですよね。特にそのリート型の毎月分配とかハイイールドもそうなんですけどっていうところはあるので、えー、まだお持ちの方はその辺ちょっと為替はよく見てください。どっちか、リートがうんぬんとかっていうよりも為替の問題が大きいですので、あの辺は。というところです。で、あと国内株は結構影響があったんだなっていうのはちょっと特徴的な。国内株についての物色動向は 結構、あの、影響があったんだなっていうのがちょっと思ったところなのと、牛乳腸の24円あたりにアルファカルテットとか入ってきてるんです4階建てのファンドとかがまた入ってきてるんですね。まだ買いますかっていう感じなんですけど、まあいいならいいんですけどね。はい。あれももちろん為替絡んでますからね。 あの特に理解しにくいところですからよく理解されて買われるといいかなと思いますんでとまあいろいろちょっと特徴的な動きがあった1ヶ月だったなということで取り上げさせていただきました、はい、ということで「東進太を考える第108回、えー」以上になりますご視聴いただきましてありがとうございました